長い将棋になるので、いっていってしっかり考えて見ていただいている方に楽しんでいただけるような良い内容の将棋にしていければと思っています将棋の八大タイトル最高峰の竜王戦7番勝負が明日から東京で始まるのを前に藤井五冠は挑戦者の広瀬昭人八段とともに対局場で見聞を行いました挑戦者の広瀬八段は藤井五冠の印象について 分析すればするほど自分に分が悪いことが分かってきたかなというはいそうです、ね、というものの実は広瀬八段も元竜王タイトル保持者藤井五冠は新旧竜王対決を制し連覇を達成するのか竜王戦7番勝負第1局は明日からです